第41回韓国歌謡コンクールのお知らせです。はい KBS 日本語放送ではですね、12月1日の放送開始記念日に毎年恒例の韓国歌謡コンクールを放送いたします。今年もですね、皆様の韓国語による韓国の歌を募集したいと思っております。はい。歌はですね、トロットから K-pop までお気に入りの1曲を収録してお送りください。音源は CD、MP3 ファイル何でも OK です。うん、今年からですね、歌とともに歌にまつわるエピソードも一緒に送っていただくとこうポイントが加算されるということなんですね。なるほど。 ですので歌と一緒にです、ね、歌にまつわるエピソードや、えー、または歌を歌う様子や、えー、ダンスの動画なんかを撮って送っていただければ、えー、追加動画でもいいと。うん、ということはです、ねはい、本当に歌に自信がない方でもどしどししって、ねうん、ご応募ください、はいえー、郵送の場合の宛先は韓国ソウル KBS ワールドラジオ日本語版韓国歌謡コンクール係までお送りください。 いメールの場合は、j a p a n e s e ーク k b s c o k r です。はい。えー、審査のね、結果はですね、12月1日のこの水曜日放送のこの特別番組内で発表いたします。はい。えっと、ご応募いただいた皆様にはですね、本当素敵なプレゼントもご用意しております。うん、はい。皆さん、ぜひ、どしどしご応募ください。待ってますよ